フ。私の誕生日でした。本格的なお祝いは放課後にするとして、モカ、せーの、ハッピーバースデー。おー、みんなありがとう。ま、朝もみんなで言ったけどね。いいだろう、こういうのは何度言ったってさ。そうそう、放課後だって言いまくろ。モカのために超素敵なお店も予約したしね。超素敵なお店か、楽しみですな。確かすっごくおしゃれなイタリアンのお店だよね。そう、おしゃれかつカジュアルで高校生の私たちでも入りやすいお店。実は前から気になってたんだよね。それでね、悩んでる時にたまたまこのサイトですっごくいい感じのレビュー見て決めちゃった。どれどれ。ああ、このサイトか。私もよく使ってるよ。時々だけどやたら情熱感じるレビューが載ってて、見てるだけでも楽しいんだよな。私がお店を決めたのはこのレビューアーさんの意見。これミステリアス M？ あ、キビキビスタッフさんの対応はふんわり、適度なワイワイで気楽におしゃべり OK、 料理の味も大満足、ビビッと M ポイント10点満点。私が前に見たラーメン屋のレビューもそんな感じだったな。言い回しは独特だけど的確なレビューだって人気あるんだよ。へえ、そうなんだ。モカ知ってる？どうだろう、知らないかな。何その微妙な返事。あとなんでちょっと嬉しそうなの？別に、超絶大人気のミステリアス M さんが10点満点だっていうくらいのお店だし、期待しちゃうなと思って。絶対間違いなしだよ。そういうわけでみんな放課後楽しみにしててね。いや、どんなお店なんだろうな、楽しみだな。今日は何の日でしょうか。正解は私の誕生日でした。モーカ、誕生日おめでとう。おめでとうございます、青葉さん。えへへ、ありがとうございます。なぜ両手を？なぜって誕生日といえばもちろんあれがあるかなと思いまして、モカちゃんへの超超スペシャルなお誕生日プレゼント。もちろん、でもプレゼントは後でのお楽しみ。まずはお誕生日パーティーを開催しようと思っているんです。おお、それはまたスペシャルな。でしょ。で、これから買い物行こう。コンビニでも山吹ベーカリーでも好きなものを好きなだけ選んでください。太っ腹。でも本当にいいんですか？
それじゃあお言葉に甘えて行っちゃいましょう。